こちらは広島市の新天地公園ですね。流れ川 PCR 臨時スポットっていうのができてるようです。だいたいこの新天地公園の東側かな、この辺の一帯が流れ川やげん堀っていう、だいたい夜の街っていうエリアですね。この辺は昼間はあんまり歩いてる人はいないんですけどね、ちょっと休みやることないんで、今からサウナでも行こうかなと思ってます。グランドサウナ昔ちょくちょく行ってたんですけど、最近は入ってないんで久しぶりですね。これが流れ川通りですね。そしてここに中新寺グランドサウナ広島入り口ってなってます。そして見えてきました、グランドサウナ、これです。もう10年以上前の割引券があるんで使えるかな。フリータイムで行ってみよう。気持ちよかった。ただね、レストランの昼の営業はしてなかったんですよ。本当はレストランでビール飲んで夕方ぐらいまでいたかったんですけど、それはできませんでしたんで、3時間ぐらいで切り上げて、ちょっと今から昼飲みできる店をこの辺で探してみようと思います。流れ川通りなんですけど、昔行ったことある店がね、この先にあるんですよね。やってると思うんですけど。お、やってるやってる。広島大衆居酒屋トーマス。ちょっと行ってみようか。
すいません。激辛チョリソーと担々もやしと赤星をおかわり。いやー、3830円、ちょっと食べ過ぎちゃったんでね、散歩してカロリー消費したいと思います。やっぱりこの時間空いてる店は少ない感じですね。やっぱり夜の街っていうことでしょう。この辺はね、無料案内所とかがやっぱりねいっぱいあるんですよ。これが八軒堀通りですね。夜は賑わうと思います。カプセル&サウナはこれニュージャパンですね。ニュージャパンもね、昔来たことがあって、古い割引券持ってるんですよ。また来なあかんな。この辺が弥生町かな。風俗店の多いエリアですね。この辺はあんまりね、足踏み入れたことがないんでよく知らないんですけど、やっぱ夜の街ですね。この辺は金山町なんですかね。いきなりソープランド出てきました。この辺は風俗店と飲み屋さんが入り乱れてるような感じですね。歓楽街って感じですね。あ、これさっき言ったトーマスの八軒堀の店ですね。夜の営業だけやな。この辺のブロックは東へ行くほど若干いかがわしくなってくるような、そんなイメージですかね。じゃあそろそろ帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
わー